さあ、始まりました。田辺の和室。始まりました。乾燥してるときに、夏でも乾燥してますがね、ハンドクリーム使うっていう人になりたい田辺です。皆さんと、同窓会で久しぶりに再会して、その後、交友関係が続く友人になりたい酒よりです。ちょっと気持ち悪いかな？気持ち悪いいかや、な？そんなこと、大そん丈な夫？ことない。突然。いや、この間、結局皆さんのになったんだけどさ。いや、思い出したのよ、はるちゃんがさ。新しいハンドクリーム買っててさ。やっぱ、夏でもやっぱもう乾燥するでしょ。夏乾燥するよね。なんで？そう、でも、こっくりとした、クリームじゃなくて、夏用のサラッとしたハンドクリームを使うって試させてくれて。これアいいンジねって。も、私も大絶賛だった。いや、なんかハンドクリームでさ、サラサラできる技術開発した人すごすぎない？マジすごい。メンターメンソレータム。メンソレータムとメンタームって違うの？メンソレータムって、さ、女の子の書いてあるやつよね。メンソレータム、メンソレータメムンとメンターターム。ム？ちょっと調べるから、田辺さん。つないで。違うのかな？一緒なような気も。どっちメンか、ソそレーの、タム？女の子の絵が描いてある夏用のサラッとしたやつ。ああ、それメンソレータムだね。メンメンターターム。ム。あ、メンタームは、あれだ。羽の？違うのかな？羽の書いてある。さ、待って。この人。この人、あ、これ？書いてあった。羽じゃない。女の人の方。女の人のか。これ横違側なんうだね。色似てるけどね。違うんだ。の？え？メンソレ、あ、書いてある。メンタームと違うメンけソど。レータムの違いは、もともと日本でメンソレータムを作っていた会社が独自で作ったのがメンタームなんだって。って書いてあった。そう。じゃあネッ一ト緒。に。同じ会社が製造してんだって。そうなんだ。女の子の絵が描いてあるやつ。でも、あとロクスタンにもね、さらっとしたやつ売ってるよ。あ、それすごい。うちの母親が、ちょっとあんたこれすごいよっつって試させてくれたんだけど、すごいよね。いや、あれすごいよ。それね、スパイクの松浦さんがくれたの。ハンドクリーム。よかったらって言って、そしたらもうびっくりだよ。スルッ違とう。して。なんか、ハンドクリームってさ、だんだん肌の乾燥がさ、20代の時よりさ、今の時の方がさ、あれ？ハンドクリームって使い分けたらいくつあってもいいんじゃないかと思うようになってきいや、そうだよ。何個あってもいいんた。だよ。何個あっても。すいません。話がいろいろなってしまったんですが、今回使わせていただくイラスト紹介させていただきます。ももぐぐさんで、ロイヒツボコを貼っている田辺さんと。私、ロこれイヒすツごいボ、よ。すごいよ。すごいよ。ロイヒツボコも。まさに私が見ていた田辺さん。そう、ちょうど、ほら、私たちがさ、年上の男性にさ、贈り物難しいっていう回を、イラストにしてくれて。ありがたあいりよ、がとうもございます。う。めいちゃや、くこちれゃも可ね、愛い。ロイヒツボコ。ロイヒツボコを貼って、ロイヒツボコを貼ってる田辺さんをここまで可愛く描けるのものすごいよね。いや、すごいよ。浪費すごく。ここ、私もまさにこういう顔で見ていた。すいごや、い。浪費すごく、本当に、あそこ、新大久保のドンキとかで、大量に売ってたよ。やっぱ海外の方からも人気みたいで。
すごいもん、これ。うん、いや、もうこれさ、あうん。れ、そこの売り場に貼ってほしいよ、このあ、絵を。わかる。私も同じこと考えてた。なんかロイヒあスら。高校のポップとして、いや、ほんと。あのイラスト使ってたらさ、みんな気になる。え、なにこれってなるよね。いや、でもほんと、かぶれとかあるから、すぐ判断してほしいね。あ、ちゃんと確かめて、ううん。ん。いや、ほんと大事だよね。パッチテストじゃないけどさ。そう、大事。うん。あこりれがはとう大ござ事。います。ももありぐがとずうさん、ござ買わせていただきます。いや、今回はさ、私、なんかもうまだまだ、これを撮ってるときは暑いんだけどさ、ます。うん。なんか、そろそろ、秋っていうとさ、遠足シーズン、じゃないですか。だからさ、子供の頃の遠足ってさ、だいたいおやつ300円くらいで決まってたけど、もし大人が遠足やったらいくらが妥当かなって。いや、だいぶ高いよ。え、何買ってた？小さい頃遠足で。キャベツ太郎。あ、わかってらっしゃる。あと、チョコレートの、うん。チョコレート、カステラにチョコレートがついてるやつと。どんな、え、なんだろう。なんて見名た前ことあだっるけかな。な。私も、自分でトングで袋に入れるやつでね。ええー。30円ぐらいの。トングで、え、むき身であるってこと？そう、箱に並んでて、ビニール袋に入れんのよ。え、駄菓子屋さんお手製？違う。もうあ、そうやって売ってええー。た。今はコンビニでも売ってる。なんて名前だっけな。私の本にも載せてんのよ、それ。え、マジで？え、あれ、田辺さんの本でさ、あれ、チョコパイは出てくるんだけどさ。チョコパイってなんだっけ？チョコパイみたいな、ほら、私ね、ほら、コンビニで売ってるさ、駄菓子、あれ、それかあ、な？これだよ。あ、それか！あれ、うまいあよね。れうまいよ。あれ、うまい。ああれの値昔は段トンで？グで。え、トムで？そうだよ。え、昔は。私、袋だったな。あれえ、かな？本だって。そこの何？住んでる地域の、あれ違いかな？1個から買えるもん、あれ。え、あれ1個売りじゃない？え、いや、あのあれコン2ビ個ニ入りアにか。毎日。え、あれって1個で買えるの？1個だよ。ええー。田辺さんの言ってた駄菓子屋さん独自のあれかもよ。いや、箱で売ってたよ。箱で売って箱たに。か。じゃあ、私の通ってた駄菓子屋さんが、袋売りの方を仕入れてただけか。トングで取ったもん。丸っこいやつ、あとあれの4分の1ぐらいのちっちゃいやつもあった。10円、それは。あ、いいね。一口で。いいでな。ももう大人になったらだいぶ使うんじゃない？大人になったら、私は、駄菓子でさ、人参？わかる？あれすごい好きなのよ。あれ好き。うん。あれめちゃくちゃさ、いっぱい入ってんじゃちょっとずつ食べて。ん。そう、ちょっとで優しい味でさ。今ちょうどね、私も玄米で作った人参のうん。黒糖味あわ、っ美味して、そそれも何日もかけて食べたよ。う。わ、美味しそうな。黒糖って聞くとなんかさ、もう美味しいよ。グル合いテそう、ンフ人リー。参に。馬場優さんしいとのロ味。ケで買ったやつね。ああ、いいなあ。それもいいもうそね。れ、500うん。円ぐらいした。ああ、もうその時点で500円使ってて。500円使った。もうでも500円。何日も持ったから。うん。いいよでもね。しょっぱい系も欲しいし、あと何より私、最近、あれ、うん。欲しいもを1日にね、4袋買ってんのよ。一日に4袋買った。びっくりした。全部。一日でね。そ一日で4袋で、毎日じゃないよね。今ちょっと勘違いした。毎日4袋買ってんの。違う銘柄の。これはね、個人 YouTube 用に撮ったからね、そちらをご覧ください。楽しみですね。欲しいもいくらした？高かった。700円ぐらい。
だからそれを4もう袋全と部。か3000。3000？ こっちも高いよ。だっあ、でて。も確かにね。だって手間かかってもね。そうだよ。でも腹持ちもいいし。今の時点で、田辺さん、しょっぱいものにただ、まあ、一袋700円として、干し芋と黒糖のでも1200円。しょっぱいもの、あ、しょっぱいもの、キャベツ太郎。私、コンポタ好きだったな。あ、コンポタもね。あとチーそう。ズあられ。あ、美味しいね。あとあれ、ほら。お祭りのさ、子供たちの絵どがんど描いてあ焼きるやつ。ね。あ、そうそうあ、そう、そう。どんど焼き。あれ10円だもん。おかしいよ。あんなうまいのに。信じられない。あんないっぱい入って。あと、あれ、ラーメンのやつ、ちっちゃいさ、当たりあ、あとっかがた。ついてるあれよく私当ててたよ。やつ。当たると嬉しいよね。でも、しょっぱい系の高いやつあんまわかんないな。しょっぱい系とかやつ、やっぱあれじゃない？トリュフとかのさ、ポテチじゃない？ああ、確かにね。やっぱあるかな？しょっぱくて高いものってなんだろう？しょっぱくて。芋カリくん。私が好きなさつまいものお菓子、芋カリくんだ。しょっぱいコンポタージュのさ、芋とかあるよ。うわ、美味しそう。チョコレートも私1万円使うから、そのフィリップベルで。もうそれだけで。行っちゃうよ。てか、それ、遠足中に絶対食べきれないよ。うん、食べきれないと思う。駄菓子、あと梅ミンツうまいよね。あ、あれうまい。うあれ無まい。印でやってるから。あ、でも大人の遠足って結構さ、無印のお菓子とかも合いそうじゃない？合いそう。無印のお菓子で、いくらみたいな。美味しいよね。無印のさ、クッキー好きなんだ、私。いや、わかる。美味しいよ。え、無印でもさ、キャロットケーキ出てたんだけど。田辺さんが、セブンで見つけて美味しいって言ってさ、キャロットケーキ。うん。じゃ、無印の、どこでも売ってんのかな、無印なの。多分売ってるよ。私も買ったもん。私、まあ、キャロットケーキ食べたことないから、無印を買ってみようかな。あんた絶対好きだよ。だって、くるみとかレーズンが入って。あ、美味しそう。で、それにクリームチーズの、なんていうの、フィリングかな、フィリングっていうのかな。美味しそう。なんか、シンプルな、そういう素朴なやつ好きなんだよえ、キャロットケーキ絶対好きだよ。ね。で、私の大人の遠足はキャロットケーキ入れようかうん、そうしな。な。でも、キャロットケーキで、こう、初めて食べて美味しかったのが、初めて食べて、小田上田の上田が誕生日にくれたキャロットケーキ。上田ちゃんからキャロットケーキをうん。学んでいたんだ。いや、そう、サンデーベイクショップっていう私がずっと行きたかった店があって、それを上田が覚えてて。あ、優しい。それをさ、え、しかもバイト時代で。清掃バイトの時、お金ないそう。時。ない時に。焼き菓子の詰め合わせ、しかもそこの。で、キャロットケーキがあって。サンデーベイクショップなんて、ほんと、週に3回ぐらいしか開いてあ、ちょっと、買うのも大変なんだ。なくて。そうだよ。だよな。優しい。やっぱキャロットケーキが忘れられないね。今も売ってるの？今も多分あるよ。ああ、じゃあ、ちゃん、あ、じゃあ、ただ、あ、そうか。いつでも買えるわけじゃないのか。うん。買うときそは、れこそ、それもサンデーベイクショップのキャロットケーキがってなった時に、千早さんが、千早さんともキャロットケーキの話になって、千早さんもそこのキャロットケーキが好きだって言ってて。おお、すごい。キャロットケーキ好きな店まで。すごいね。ああ、びっくりしたもん。めちゃくちゃ、なんていうの、すごい。だって、キャロットケーキ好きな店一緒ってなかなかない。まず、だって私みたいにさ、キャロットケーキを食べたことがない人がさ、
もういるわけだからさ。でも今キャロットケーキやっぱ来てるよ。来てるんだ。やっぱ私がキャロットケーキばっか調べてるからかもしれないけど、なんかすごいインスタとかにもキャロットケーキめっちゃ出てくるようになっちゃって。で位置も、づけ出的て、に、あ、ごめん。いいよ、先。うん。何？キャロットケーキの位置づけって、海外でいうところのカップケーキとかそういうジャンルになるのかなと思って。いや、英国のもの、やっぱスコーン、マフィン、キャロットケーキ。あ、全部好き。なんかこれ身はが今、詰まってるのうまいよ。いや、キャロットケーキほんと食べてほしいわ。でも無印で買えるなら私も、無印だったら。なんだったら新宿でも買えるの1個あるよ。売ってんの？新宿の、でもお店あるんだ。いや、まだそこ食べてない。本当は、私そこのドーナツが気になってて食べたかったんだけど、ドーナツがもう人気すぎて売ってなくて。で、見たら、キャロットケーキあった、そこの店。気ルにミなネるストラ。ね。一ルミネストン回。にあるんだ。だから本当今日新宿行くから、もう帰るよ、すぐ。キャロットケーキ買えんじゃん。いいな。すごいね。なんか大人の遠足の話をしててこうさ、いろんなさ、ものをし、何？いろんな美味しいものをさらに知っていけるね。確かに大人の遠足、結局いくらか分かんないね。大量だ。多分ね、大人の遠足って多分ね、食べきれないほど買っちゃって、遠足の子供の時の遠足もさ、なんかちょっと家帰ってから食べる用も買ってなかった。買ってた。大人もそうなんだろう。多分家帰ってから食べることと、あとみんなで食べることを考えたりもするもんいや、そうよね、交換とね。かね。交換もあった。交換に使ってた？何食べてた？交換用？何交換してたか記憶ないんだけど。あ、全然、あ、私、ヤングドーナツ。ああ、最高だよ、あれ。そう、今、ヤングドーナツ食べたくなった。美味しいよね。今も食べちゃう。すごない？でも、結構配る人だったからね。なんか、すごい袋配ってた記憶はある。でも、何食べをあげて。てた？なんだろう。いや、あ、私、あとあれ、駄菓子でさ、これただもう、配るとか本当関係ないんだけど、ラムネがすごく美味しいって最近気づいた。ああ、いいね。私はきなこ棒。あ、きなこ棒も美味しい。あれ、当たりのやつだよね。私あれ、酸っぱい味があるガム、あれ交換っていうか、配るじゃなくて、ああ、れもみやっんてなたで。な。メロン味とわさび味のガムもあったね。あ、あと、ワタパチくんってなかった？あった。あれ大好きだった。あれ不思議だったよね。よく大人らしく。駄菓子屋さんに行きたくなってくる。話してると。大人のお菓子と駄菓子両方食べたい。や、両方食べたい。駄菓子食べたい。なんか行きたいのね。なんかぼる塾でもさ、駄菓子買いに行ってさ、おのおの、どういうふうに、何、個性出るか見たいよね。確かに200円、300円で買えるやつやりたい。そう、300円でどんだけみんな違うっていうか、絶対個性出るよね。うまい棒は絶対。私チョコバット。あ、チョコバットもね。チョコバットないんいや、一だ。回やってみたいね。やってみたいね。いつか多分やると思います。やります。このね、ぼる塾チャンネルでね。ぼる勝塾手チャに。ンネルでやらないで、ただ単に個人的にやったら、あれだよね。勝手に私たちが300円ずつ買ってさ、見せ合って終わるって。いつかやりたいと思いますね。やりたいね。で、大人の遠足の金額じゃあ、田辺さん最後に決めて終わりにしましょうか。どうするの？いくら一体？3000円。3000円だっけ？10倍になって。3000円で、
うん、で、デ好きパな地だ下けの買っ焼き菓子とか、そう。て、ね、買って、で、交換もできて、しかも多分、1ヶ月ぐらい楽しめそうだよね。うん。うん、そこまで痩せるわ。3000円ですね。いいな、大人の遠足もいつか行きたいですね。うん。いでや、あは、りがとうございましあた。りがとうございました。さよそうなら。ね。